いくよ、パス出す、今度は2対1でシュートまで行くんだけど、俺がどっちかにパス出します。例えばこっちにパス出したら、出した方のこの緑と真ん中のこの幅だけで攻める。ボルチョレ、こっちに出たらこっちの幅だけで攻める。だけど2対1になってほしいの。どうすればいい？こっちにボール出たらどうする？どうしたら2対1できる？この中だけで攻めます。そう、まずこう来てあげてね。でワンツーのポジションにまず入る。でワンツー切られたらパラ。パラは中に出さないようにね、ちゃんと前前前、はい、こうしていて、パラはもうバーンって走らせる。でそのままシュート、ダイレクトシュートぐらいのパラで、パラかワンツーのみ、パラかワンツー。ナイス、はい、すぐ、はい、切り替えろ切り替えろ。